こんにちは、東北すんこです。どうも、東北キリタンです。はい、それでは今回も、不動産屋になって遊ぶゲーム、ザ・テナントやっていきましょう。そうですね。前回少しやって、4つの物件のオーナーになったところからですね。ふむふむ。ところで姉様、私たちの声が戻りましたね。ん？ずっと同じ声でしたけど。いや、前回ちょっと違ってたので。何言ってるのかわからない。冗談を言って、私に突っ込んで欲しかったのかな。お茶目さんですね。いや、ね、そんな感じで、今回もやっていきましょう。あ、はい。不動産屋になって、いろいろ遊ぶゲームなんですが、序盤は資金がないので、まずはリフォーム業で資金を稼ぎます。ふむふむ。あ、でも、すでに物件4つ持っているのでは？そうなんですけどね。これは、銀行からローンを組んで得た物件なので、借金返済のために、労働しないとダメなんです。なるほど。というわけで、適当にリフォームやって、赤字を補填しまして。ん、これ学校ですか？さあ、指定された家具を置くだけのお仕事なので、詳細は。そんな適当な、席とかバラバラだし。これで完了できるんだから仕方ないですよね。ええ。とりあえず、ローンはともかくとして、不動産収入が赤字になるのは、さすがにダメなので。あ、半分が赤字ですね。これはちょっと良くないので。契約更新の交渉で、値段を釣り上げるとします。更新の時も交渉ですか。長い期間で契約することもできるんですが、今はまだできないのでね。ふむふむ。あ、ダメですねこれ。安い値段しか出さない感じですね。仕方ないので、契約更新をせずに出て行ってもらうことにします。赤字で貸すわけにはいきませんね。というわけで出て行ってもらいまして。空いた部屋をリフォームして、高い値段で貸せるようにしましょう。おう。ま、適当になんか飾り増やしといたらいいかな。大きなフィギュア。いい感じ。きっと価値が高まったことでしょう。うん、どうでしょうね。交渉中、悪くはないかな。お、もう、前の入居者と値段変わってない気もしますが、気のせいでしょう。うん。一応物件は黒字になったので OK です。おう。もっと物件増やしたいところですが、レベルにある制限があるので、仕方ないので、リフォーム業で資金と経験値稼ぎです。まあ借金返済もありますしね。ですね。さてと、リフォームの前に掃除をするんですが、ふむふむ、壊れた家具の処分も任されてまして。なるほど、でもなんか、修理してる感じですか。ええ、修理すれば使えますし。ふむふむ。今、なんか、もらうこともできちゃうんですよね。え、いいんですかそれ。できるのだからいいのでしょう。そうですか。もう、そんなに値段は高くないですが。ふむふむ。ビリヤード代2500ドル、これはなかなか、いいのかな。処分してと言われてるのでね、ちゃんと処分しました。まあ、リフォームはちゃんとやってあげますよ。適当な配置。まあ、オッケー。とにかくこれで資金とか稼ぎまして。また物件を購入して、利益を出していくとします。おう。値段的に結構大きい家ですかね。というか、資金64万、増えてますね。あ、銀行から借りただけです。あ、そういう。ま、とにかく落札できましたので、大きな家ですね。これは期待できます。というわけで、分割して4人に貸しちゃいます。おう、さっきもらってきたビリヤード台を置いたりして、価値を高めて。ふむふむ。まあ面倒になったので、部屋によって家具の数は違ったりしますが、これは、というかなんか変なのが。ああ、飾りとかたくさん置いたらいいんじゃないかなという、実験的なやつです。なるほど。私ならこんな家絶対住みませんけど、まあオッケー。まあ効果は微妙なようで、いまいち値段上がりませんが、ちゃんと判断してるようですね。一応それなりの値段で契約できましたが、でも、契約できたのは2部屋までで、家具置くのが面倒になった部屋は、全然ダメでした。赤字ですね。まあそれはそうでしょうけど。結局は、ギリギリ黒字という残念な結果に、あらら、経費とか色々考えると、完全に赤字です。ですね。というか、なんか全部赤字になってますが。ああ、それは、リフォームに夢中になってるうちに契約が切れちゃってました。なるほど、そんなことが。ま、せっかくなのでバッチリリフォームして、高い契約を結べるようにしましょう。おう、で、また家具を連打してる。寝室に家具が多ければ、評価が上がるはずなので。うん。まあ全然ダメでしたけど。最低値を提示とか。うーむ。あ、部屋ごとに評価違うんですね。お、ここは結構高い。装飾品連打した効果かな。そうなんですかね。まあそれなりの値段で落ち着きました。おう。
3つのうち1つは契約成立。残りの2つは微妙ですね。ふむ。ま、黒字契約できる方は貸すとして、お。もう1つの部屋は最低値にしかならないので諦めます。仕方ないですね。徐々に良くなってますね。少なくとも貸してるところは黒字になりましたね。ですね、コツをつかんできました。ふむふむ。装飾品をひたすら連打して、やりすぎなほどに詰め込んで、うわ、シャンデリアとかも詰め込んで。これは、はい、絶対住みたくない家ができましたが、ゲーム的にはこれでいいはずなので。本当かな。希望者も気に入ったようで、いいマーク出してます。本当だ。もう部屋の価値とは別の話のようで。あ、最低値。何人交渉してもみんな最低値でした。あ、ちょっとやり方間違ってるかな。ですね、これはちょっと。ふむ。ではさっきの失敗から学びまして、同じことをやってるように見えるんですが、ふふ、ちゃんと学んでますよ。はい、これです。これは部屋ごとのテーマがありまして、ふむふむ、同じテーマの家具で揃えることで評価が上がるはずなんです。あ、上はベーシック 100% となってますね。入居者の好みもあるでしょうしね。揃えればきっと。なるほど。というわけで部屋全体をベーシックで固めて。大丈夫かな。はい、いいのができました。絶対住みたくない。いいと言ってるのに住みたくないとか。キリタン住んじゃう？それはちょっと。あ、でも姉様が一緒なら。いや、でも、ふふ、キリタンを迷っちゃうくらいいい部屋ができました。もう希望者からの評価は微妙なようですが。ああ、それはさすがに。キリタンがあんなに気に入ったのにおかしいですね。いや、私も気に入ったわけでは。部屋の評価がここに表示されてまして、不足と出てますね。これが十分じゃないと値段も上がらないみたいなので。なるほど、確かに赤字ですね。あ、こっちの人は気に入ったようです。おう、これなら値段も上がるはず。ふむふむ。あ、でも微妙ですね。あんまり上がりませんでしたね。このやり方ではダメだったか。だって姉様が住みたくないとか言ってましたし。そうね、よく住みますよね、こんな家。姉様。はい、一応物件は黒字になりました。お、それなりに利益出てますね。そうですね、でもまあ銀行への借金で赤字がまずいことになってまして。あらら、なかなか難しいですね。ですね。ま、その分はリフォームしたり、そう見せかけつつおじさんにパクってきてもらったりして補填しましょう。いいのかな。まあ仮にダメだとしたらね、捕まるのはおじさんですしね。あ、はい。おや、おじさんから連絡が来てますね。え、捕まっちゃったんですか。そういうことじゃないみたいですね。そうですか、よかった。なんかエージェントを雇うことでこの地区の運営を任せられるとかなんとか。ふむふむ、この地区というとスラム街ですか。そうみたいですね。まあとりあえず雇ってみます。はい。ま、いろいろいますがよくわからないので適当に。ふむふむ。地区が3つあって、最初はスラム街しか選べなかったんですが、エージェントを雇うことで別のマップにも行けるようになったみたいですね。なるほど、そういう感じですか。次に選べるのは郊外かな。お、まあちょっとロードが入って。到着。お、あ、ちょっと綺麗な街ですね。ですね、ここの楽しそうですが、まだスラム街を制覇したわけじゃないのでね。ここはその後にまた来るとして、一旦スラム街に戻るとしましょう。あ、データとかはそのままなんですか。そうみたいですね。最終的には3つの地区全部制覇する感じですね。なるほど。はい、まあちょっと本業の不動産業は今一つうまくいってませんが。あ、でも物件6個ですか。しかもこれオークションに参加してるし7個目、順調じゃないですか。まあそこは銀行に借りてるだけなので。あ、そこはそうなんですね。それなりに収入増えてるけど借金返済に追われる日々です。仕方ないのでおじさんにどんどんパクってもらってなんとかするとして、今回はここまでとします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。それではまたねー。